来ました来ました、せーので。あーよかったね、せーので。イエーイ、 HMV にやってまいりました。東京楽しすぎる。しーちゃんとも、りさです。りさです。ドリバンです。はい、ということで本日は東京へやってまいりました。輝いてるね、輝いてますね、やっぱり東京は。で、なんで来たかというと、あのイニちゃんたちがカムバックしたよっていうことで、東京お祭り騒ぎです。えぐつない、もう渋谷えぐい、えぐい、聖地巡礼じゃないな、オタクベイロク、ニニ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 ニちょっと写真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 、何ちょっと OK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 
あ、ドビー、逆、取れ。すごいじゃん、うちら運命じゃね。え、めっちゃおもろないこの役者って。タッコン。すいません、取り乱してしまって申し訳ございませんけれども。最初に会えたぐらい追いかけたって。そう、え、意味おるとか言うから、歌詞でおったんかと思って。あの、見てもらえる分かると思うので、今日はあのオタク Vlog です。今回は2日間かけて Vlog を撮ろうと思ってますので、はい、本日の、コーデ紹介なんていうもんも尺のためにしようかなと思うんですけど、今回の私の服のポイントは特になくって、でも両手が履きやすいように肩掛けとこれにしました。これはお気に入りです。で、動きやすいようにぺったんこのパンツスタイル、はい、で、このキャミワンピは暗闇でも光り輝けるように H&M で、芸能人気取りをしたかったのでちょっとつばの深い帽子をかぶっています。かわいいです。ありがとうございます。最高です。まあ、こういう感じでヒロトを今日は追っかけ回したいと思います。よろしくお願いします。続きまして、ベディホリックで2000円くらいで買ったワンピース。いいですね。ちょっと背中が透けてるんです。めっちゃ可愛いですよね。可愛いです。だからで、これは元からインパクトのあったバッグです。西くん見てますか。西くん見てる。ややこしいな、西くん。あの、この帽子はさすがお気に入りのナルシスで買いました。これめっちゃ可愛いですね。あの、しらっと髪の毛をピンクにしました。可愛いです。あ、普段も黒にしました。そういえばそうですね。あと街でも走れるようにこの服着てきます。いいですね。ありがとうございます。無事、第一難関突破。やっぱ、まあ、長く停滞してるとね、ご迷惑をかけちゃう。汗かいたんやけど。え、でも今日平日の今6時過ぎぐらいに来たけど、うん、そんなに人も来てなくて、みんな行き切ったんかな。次のおたけつ現場までタイムスリープ。で、渋谷駅を出ますと、なんと来てました。ちょっと映ってみて、頑張って。ペニーたちが前に並んでましたんで、こちらも並ばせてもらって。あ、思ってたより大きい警備員さんとか思うんだけど、だいぶ集まりされてる。よかったね。入れるじゃないですか。入れるんだ。入れます、入れます。よかったよ。どうでしょう、貸し切りです。行ってこい、行ってこい。あー、よかったね。ちょっと待ってください。パネルの裏にパネルがありました。ちょ、かわちいいね。ちょっと待って、写真撮りたい。リザちゃんに任せるわ。下北に行こうとしたら見逃しら線のところにいましたよ。リンがいました。リンです。こちらがですね、アイアナンダヒロの木村正也くんと申します。ヒロトのところはちょっと取り損ねたので、私が撮った写真を撮ります。こちらはタケルくんですね。はい、で、おたけくんがいてます。すごいですよ。こちらは、ユラちゃんの生命感心くん、さっき会いましたね、ロックでね。会いまして、で、最後が全員だよっていう感じで、よかったね。おはようございます。こちら2日目です。2日目です。2日目はどこに行くのかと言いますと、リエクスティンですか。リエクスティンとプリクラを撮りに行ってきます。そう、渋谷センター街の中にあるよみたいな話を小耳に挟んでいるので、こちらもう行こうとしてるけど全然凍るへん。信号やばい、大阪人の悪いとこ出てる。今日はバス遭遇ないかな。バッコン。てかさ、そんなコラボのプリとかやったら700円ぐらいするんかな。
え、でも結構やばいって、お前金ないやん。え、待って、リサお金ない。無理。え、リサ貸してお金ない。受け出してくれたらお金貸してあげてもいいよ。え、これパワハラっていうやつ、これがもしかして別に、え、取らんでいいんやったら別にいいけど。え、待って、現金派じゃないのね、私は。だる。ごめん、あのさ、東京くんのに2000円で来るやつおる。やばくないですか。ラーメン太鼓もんじゃ。え、美味しそう。もんじゃ食べてない、東京来て。え、もんじゃって東京なん。月島もんじゃ。あ、そっか。やっぱり東京は難しいです。でもお高津には最適な土地です。遠いって思ってもさ、結局近いやん。なんか大阪で言ったらさ、梅田行って南海行って天王寺行ってとかがあるわけやん。確かに。ありました。回転書いてない、分かる。じゃじゃーん。え、かわいい。マジで陰線カットみたい。え、1枚です、1枚。 え、どういうこと。1000円とか1000円もすんの。みんな、押すとそんな簡単に写真が撮れるなと思うなよ。しかも千円札で入れてないところがちょっと問題です。やばい、ちょっとしゃがんで、もうちょっとこっち。ボタン落ちてんの、ダサいで。OK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 
いい。なんかめっちゃ離れて見えちゃうから。はい、どう？もうちょい寄り添う。あ、めっちゃいい。はい、それ。せーなーで。え、めっちゃ可愛い。え、あ、いい。ちょい、もうちょい。あ、いい。え、めっちゃいい。やばい。ちょっと待って、いく。せーなーで。あ、前向いた方がいい。いただきました。無事取ってきました。ワンチョコン、めっちゃいい。自分の顔面が仕事折れてないけどマジでやばい。でもアユタが可愛すぎて問題ないです。ありがとうございます。じゃあ今日の服の紹介お願いします。これクレイルで買いました。ワンピース3000円ぐらい多分。最近こういうレトロな形流行ってるじゃないですか。うんうんうん。最近私はちょっと低めに大きいリボンをつけるのが好きなので、かわいい、つけました。後ろ向いて、え、かわいい。後ろから見てたらめっちゃかわいい。後ろから見てたら、うん、まあ特にポイントもちょっと今日はガーリーな感じなんでしょ。そうなんです。女の子をポッとしました。まあな、今日はタロットとプリクラ撮るから。いやー、いらない。きた、そうやね、それがメインやから。お願いします。はい、という感じで今日の私のポイントはシンプルにちょっとなんかでも女らしく肌も見せていこうよっていうコーデになってます。なんかそんなに気合い入れてないんだよっていう感じにしたかったので、ジーンズ、あ、昨日と一緒のジーンズ。ちょっと待って、きまずい。これはジーナスです。これジーナス、なんかよく聞いていただけるので、これはジーナスです。ありがとうございます。ということで続きましてやってまいりましたのがハワリコートです。せーの、やばい、じゃーん、来ました。東京、すごい。東京サインいっぱいある。これとか、見て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 。